はいえー、ニトリのシステムキッチンということで、なかなかですね、YouTube で、えー、ニトリのシステムキッチンの、例えば商品のポイントとか、えー、それからどこが、まあ、こういう、えー、シリーズの中で、住み分けはなってるとか、そんなこと、なかなか説明している動画ってなくてですね。で 他のキッチンメーカーの方の動画紹介してるんですけど、ちょっとあえてシステムキッチンの方をしております。えー、私の方ニトリでですね約10年間システムキッチンの方の販売に携わりまして、えー、まあ右から左まで商品、えー、理解してますので、ですねぜひ、えー、接種支給であったり、えー、今度はあの自分でニトリのシステムキッチンはどう違うんだろう、他のキッチンメーカー検討している中の、えー、中にこの動画を役に立てていただければなと思います。それででは行ってみまましょう、ま、ずですね商品の方、えーさ 他の動画を見ていただくと BS ライトという一番小さいレベルのグレードの低い商品その次に BS2 というのを前回の動画で紹介しています特にですね売れ筋としてはセレクトシリーズ、まあ、今 M3 と言われているミドルタイプというものの M から来ているんですが M3 という商品が実はこの1ヶ月ぐらいでモデルチェンジしますで トータルコーディネートとしてセレクトできるのでいろんなまあ各キッチンメーカーのまあ中級グレードぐらいの,あの価格帯で対抗した商品になっています。価格でいうと29万9千円までいかないし、ね、29万91円ぐらいだったと思うんですが <laughs> いずれにしても販売価格としてはフルエクステンションレールで耐火銃も非常にありながらドイツ製のヘデヒの,のレールを使っているんですがちょうどカタログからいきますが。 こちらセレクト、えー、2550で29万9千円、えー、29万91円ですねはい、えー、これが新しくモデルチェンジしてですね変わっております、えー、もちろんですねあの商品自体の、えー、フォルムもちょっとあのこの BSBS2 に、えー、比べると長さ一緒でもですね例えばあのレールが変わっておりますここのレールがフルエクステンションレール耐荷重が、えー まあ、あるレール他のキッチンメーカーと同じ同一製のレールを使っているんですけれども、段板もついてます、こうゆっくり。で、今回、まああの、ここのシリーズで紹介したいのはです、ね、まずプランがいろいろ選べますよ、I 型、それから開放対面、要は釣り砥がないリビング側からも、ただこれ、奥行き750なんですね、今まで開放対面、ちょっと奥行きある程度、それでちょっと入らないということで、ただ釣り砥なくしてオープンできる、あとは従来からある、ちょっとこう幅広のカウンター。 で私自身であの実はあのこの動画を見ている方でいやあの、うちのキッチン、実は狭いんだよって言ったときにぜひともおすすめなのが他のキッチンメーカーが結構やめたシリーズサイズ1800ってなってるんですね。1800ってのはいわゆる共商住宅っていう風に言ったら、まあ、あ,のあれかもしれないですけどすごく小さい賃貸のアパートになったときにどうしてもミニキッチンであって開きだったりレールもですねあの、まあ コロレーつって金属のフルエクステンションじゃない最後のヘリまで出ないレールになってるんですが実は1800でもですね、最近、小さちちいキッチン、えー、小さい、まあ、中古マンションを1人で買ったりでもキッチンはちょっとグレードい、e、いでもサイズ的には1800ぐらいしか無理そんな時はこの1800にしてですね、IH なんかつければカウンターは広く、えー、コンロの部分も作業台になりますんでね。 で電動証拠みたいなこう、ずっとまた別のパートでお伝えしますが、水切りかを見たのを置けば、カウンターは1800でも十分広く使えます。一番のポイント、1800でもこの、えー、品ぞれがあるっていうのが大きいと思います。他か、まあ、カタログ見てもらうとです、ね、ほとんどはです、ね、ちょっと1800だとシステムキッチンではそれぞれのシリーズはない、えー、むしろ、えー、絞ってますね。おそらく2100ぐらいからが多いんじゃないでしょうかね。 はいえー、ということで、えー、ちょっと、えー、この1800台、頭を押さえてください。それ以外は、えー、1800から15センチ刻み、1950、2100、2250、2500、2700、まあ、このあたりはですねあの前回の1つ下のグレードの BS2 と一緒になります。ただ、大きく違うところで言いますと、えー、ここですね、セレクトプランということで、750の、まあ、開放、このカウンターのところが750ということですね。 これが前回の、えー、シリーズではなかったところでアップされています、えー。今ですね、キッチンは釣り戸をなくしてリビングダイニングをこう一体にするレイアウト増えてますよね。えー、ここが大きいんではないかなと思います。ただまあ、あの私個人的にはですね、やっぱり油回りとかあるんで、これ、えー、ここにですね、まあ、ガラスパーティションとか、えー、あるんでしょうけれど、実際に えー、ここまでオープンにする必要ないのかなという感じがします、レイアウト的に。各基地面か全部に言えることですねね。まあ、やるんであればガラス全部上なんですが、このプランのちょっと弱点というのは、簡単にやっぱり物を置きませんか、えー、そういった時に置かないタイプであればこれでいいと思います。綺麗に全部閉まる方。えーまあ、あのこの辺は、えー、それぞれの好みかなと思います。ということで、えー、750が出てますよということと、えー、色目的なはですね、こちら。えーまあ 明るいナチュラル色と、えー、ホワイトと、まあ、この辺を組み合わせてますけど、このセレクトのシリーズも後で扉の方を紹介したいと思います。はい、あとはですね、普通の I 型、それから解、えー、放対面の700、そして今のであった解放対面で970のタイプということですね。まあ、これもカウンターがですね、こういう形でちょっとこうストーンと落ちたタイプ、えー、こういったものも品揃えをしておりますね。 はいえーまあ、こういうのはやっぱり最近、入りですよね、もう昔、大体どれぐらいですかね、20年ぐらい前にあの海外でこういうの発売販売されて、なかなか日本では一部の、えー、オーダーキッチンメーカーがやってましたけれど各キッチンメーカーが始めてで、このウルトラサーフェイス、これセラミックではないですね、セラミックのすごいやつとはちょっとあの趣が違いますねで、質感みたいなものっていうのは、えー、キッチンの。えー 展示のあるところで見ていただければと思います。はい、やっぱりでもえー、初期な後ろも合わせることができます、えー、こちらもですね。カウンターのサイズそれぞれありますので、後ろのキャビネットと組み合わせてきちんとあの色あせていきます。ただ、ニトリの場合はですね。このカットボードっていうのが、えー、家具コーナー行けば初期棚らあります。で、昔はですね。 普通の置き方の家具ってそんなにサイズがなかったりバリエーションなかったんですが、えー、今かなりバリエーションありますので、えー、わざわざこ,うあのこれを絶対しないといけないかというと前回のパートでもご紹介しました、えー、ニトリのシステムキッチンの、えーまあ、一番の強みはですねトータルコーディネートができるカーテン、家具それとシステムキッチンですので後ろの,、まああの家具についてはキッチンと、えー、同系統の色目 ニトリカラーという形でですね、ニトリの免材と色が合うように、ほぼほぼなってます。えー、ですから、トーンが合わないといけないというほどではありませんので、ぜひそういったものを選んでいただければと思います。そして、家、え、具、ー、各ダイニングテーブルで合わせてもですね、えー、一般的に言われるような、かなり高級な、えー、カップボードの値段しませんので、えー、ぜひ18万とか20万で置き家具だとかなりいいものがいくんじゃないでしょうか。はい えでは早速なんですけど、えー、それぞれのスペックについて話し,したいと思います。ここはですねノンフィルターフードありますがあの前回のパートでもお伝えしているように、まあ、ノンフィルターというのは私自身が眉つばなんで、えー、普通のフィルターのフードの方がいいと思います。まあ、なぜノンフィルターがだめかというのは他のパートでもやりましたので、えー、その理由はそちらの動画を、えー、ぜひ見てください。BS ライト、BS2 のところでお話をしています。 はい、ですから、やっぱりですねお手入れしやすいということで言うと、えー、使い捨てフィルター貼ってしまえば、ですねあの全然いいと思いますんでね、私も貼ってます、えー、同じの、はいえーこれ。こちらですね、ここの上のところに、えー、白いあのやつでっちゃくてピタピタってやって、1ヶ月に1回、ね、茶色くなったらそーんと捨ててます。なんら困りません。えー、ぜひです、ね、あの困るという方がいらっしゃったら、えー、ぜひあの教えていただきたいぐらいですね、20年ぐらいやってますが。 あのよく吸い込みが落ちるとか、ね、いろいろ言う方いらっしゃいますが全然落ちませんのであの普通に使う分には問題なく、まあ、今のやってる方多いと思うんですよねであればそれを捨ててもらうよりむしろ整理盤のお手入れそれから整理盤外した時のお手入れそっちの方が普段のキッチンのお手入れになると思いますということで、えー、こちらは前回の動画の通りですはい、えー、コンロは、えー、BS ライト BS2 は放浪の、えー 固め焼きだっったんですすがこちらガラストップという,ふうになってますねメリットとしてはですね、まあ、ガラストップはあの放浪の,あの後半も今もお手入れしやすいですからあえて値段だけで言うんだったらこれをグレードダウンしても私はいいと思ってます価格だけで言うんだったらじゃあガラストップのメリット何だろうということになるんですけど昔はですねこのガラストップっていうのはここが、えー、シーリングでくっついてますよとかあとホールあの、えー、フッ素コート のやつみたたいいに剥げたりしないで丈夫で、そしてお手入れ拭きやすいですよってやってたんですが、今のホーローも拭き取りやすいです。全然拭き取りやすいです。ここのバーナーのやつもくっついてます。じゃあ何がいいかこれはデザインだと思いますね、えー。ガラストップの片面焼きはデザインがいいですよ。じゃあ、えー、これよりいいのは何かってやっぱり両面焼きですね。このグレードの方から両面焼きの、えー、コンロにした方が、えー、やっぱりあの、まあ、コストパフォーマンスとか。 使っていて、まあ、あのいいんじゃないかなというふうに、えー、個人的には思っています。はい、えー、下、水栓ですね、えー。こちらは定石、えー、カートリッジの水栓になってますね。まあ、ちょっとデザインがこんな感じで、えー、変わってますね。カートリッジはここ入ってくるんですけれども、こちら、先端でカチャッとこう、えー、入れ替える浄水器。これも新しく品ぞろえされてますね。まあ、切り替えのやつと普通のやつと2つあるということですかね。 えー、こちら、えー、基本がです、ねえー、こちらのホワイト、えー、これが標準、それからリガーレ、えー、リガーレのブラウンというふうになっています、まあ。もちろんこれで全然問題がないんですけれども、えー、オプションでですね、こちらの方2 2729円でこちらになります。まああのー、オプションで、えー、好きなお湯があればこちらで合わせてたらいいんですが、えーそうですね、新しいカタログの色はこれですか。 他のメーカーカカささんでもやってます、ね、さんででももややっっっっててまますタラちょっとそれっぽい色やってます私はですね、この SG という曲、色、これ好きですね。えー、鏡面で光の当たり方によって変わります。シャンパン、ゴールドですかね。えー、こちらの方の色目、あの、キラキラ光るゴールドの色っていうのはお金が貯まるという、えー、風水的にも、えー、特にいいのかなと思って、あの、まあ、何より高級感がありますね。 ぜひその時はですは、ね、レンジフードの面材も色変えた方がいいと思いますレンジフードの面材も色変えるとより扉の面材が生きてきます、えー、まあデザインを重視される方はぜひそちらも見てもらえればいいかなあとはです、ね、ハンドルバーが2つ、ね、ラインバーとハンドルということになってますねこちらも色目がブラックとシルバーちょっとこの辺は後で補足したいなと思います、はいえー、人工大理石 標準はこの、えー、石目のこちらの白になるんですけれど、ニトリのキッチン、もともとリーズナブルなので、このピ、えー、オレストン、えー、こちらの方、えー、これがですね、やっぱり特にあのおすすめになりますね。これ、天然石のハイブリッドになりまして、天然石だとどうしても継ぎ目が入るんですが、えー、これも天然石でありながら、それをくしゃくしゃってやって接着剤で固めてます、まあえー、ハイブリッド天然石みたいな感じですね。で さあの質感触ってもらったら、タカラさんでも使っている、あの同じメーカーのところから行ってますんで、非常にです、ねえー、耐熱、まあ、石ですから冷たくて高級感が、ある見つけがちょっと薄い感じですね、タカラさんのはもう少し分厚い感じになってますけど、折り返しの見つけをしないで、この薄い見つけでデザインしている、まあ、あの非常に綺麗ですね、こちらでいうと、えーまあ、ブラックのカウンターでもいいですが、光がです、ね、当たると。 中に入っている、えー、シルバーのやつがピカピカと光ってくるんですけど、まあ、合わしやすいところとこのジェルシルバー、えー、この辺とか、えー、いうのはおすすめじゃないでしょうか、まあ、石っぽいという形で言うとですね、えー、もちろんこの、えー、オリーブロスとかもザ石みたいな感じこの辺、えー、これもサンプルを見てもらったらいいんですが、えーまあ、一番いいのは呼吸感が出ますよもうニトリのキッチンというよりもですねさっきの フィオレストーンというあのカウンター、まあ、白でもいいですけど、それに SG の光るやつをして、レンジフードも免ズ色を合わせてしまうと、もともと値段はリーズナブルでありながら、ですね、えー、さらに高級感が出てくるということですね、はい。シンクの方ですね、ステンレスシンクと人工大理石のシンクが出ておりますね。 はいえー、こちらもまあお好みだと思いますが、人工大理石のシンクだと、シンクの人工大理石の時に継ぎ目がまあないということですね、そこがまあポイントになるかと思います。まあ、あのただ、どうなんでしょうかねあの、お好みでしょうけれどもあの、白というふうになってますから、まあ、ここもあのデザイン的なもの、色目的なもので選んでいただければと思います。えー まあ、ステンレスでも十分あのここにタンクアップする必要もないのかなと思っています、はい、最後、えー、トータルコーディネートということでですね、えー、面材が、えーまあ、家具を合わせますよカーテンを合わせますよこれ見取りのニトリの非常に強みになりますのでシステムキッチンリーズナブルにできたからこそ、まあ、それでいいんですが家ってのはやっぱりキッチンだけじゃないんですね。 せっかくだったら、心地いいからキッチン変えられたと思いますので、予算空いた分を各カーテンに回されて、ですね、ぜひこのリフォーム全体をですね、楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということで、こんなカタログの写真がですね、いっぱいですね、ニトリにいくとあります、簡単にこう配られているカタログとかパンフレットですね、それをイメージして、ああ、ダークっぽいなとか白っぽいなとか、自分 のえー、家がどうなのかなというのを膨らます要素としてそういったカラコネットブックみたいなものを、えー、レジの簡単なところに手に入れてです、ね、イメージ膨らませていただいたりそれか、えー、カーテンコーナーに行きながらですねこのカーテンはどうだろうというふうに見ていただければなと思います。やっぱりカーテンじゃなくて私ブラインドとかもいいと思うんですね。今でカーテンだったけれどブラインドにする、えー、ロールスクリーンする、えー、カーテンという風にこだわる必要ないと思います。えー、ぜひこういったものもの、えー、お部屋の 雰囲気を変える大きな、えー、インテリア要素になりますので、ニトリはキッチンだけじゃなくて、トータルコーディネートで楽しむということかなと。最後、補足ですけど、システムキッチンの中に何か入れるものを仕切、えー、ったりするの、それは1階のホームファッションと呼ばれる、えー、小物のトレ、えー、これがニトリの強みですから、ぜひ余ったです、ね、ニトリのメンバーズカードのポイントで、えー、結構つきますよね、30万とか40万。そうすると、そのポイントで、えー、3000円とか4000円とか。 えー、そのポイントを小物トレーに使うこれもいいんじゃないでしょうかはい、えー、以上をニトリのシステムキチンの紹介でしたまとめになりますが BS ライト BS2 それからセレクトシリーズ私個人的にはこのセレクトシリーズで、えー、天然石を入れたりですねセレクトシリーズでちょっとこう SG など免材をちょっとアップして扉のフードの免材の上も 名材、えー、にするとかなり高級感のあるものになりますので、えー、ぜひ見てくださいシステムキッチンのやっぱりレールがあのいっぱい物を入れますよねですからそういった面ではおすすめはセレクトシリーズということになりましたはい、えー、以上となります、えー、カラーコーディネートポイントも使ってシステムキッチンだけに限らずですね収納力とか全体のトータルコー,デコーディネートを楽しんでもらえればと思います、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました